金倉寺は、千葉県船橋市金杉にある新言州豊山派の寺院。3号は、御滝山。本尊は、不動明王ということから、御滝不動村とも呼ばれている、吉橋大師十八箇所巡りの第五十八番目札所でもある、大師堂と、長寿社創建は1423年。伝承によると、日立国の守護大名。 佐竹義よに招かれた、越後国出身の僧、農商アジャリが、下宇佐国の金杉村には、夜も明るくなるほど光を放って輝いていた場所があると聞き、21日間のごまを修した。夢に現れた縁人から、不動明王像がこの地に埋まっているとのお告げを受けた、農家地は、村人の協力を得てその場所を掘ると、縁人作の不動明王像が出土し、その掘った後から、 水が湧き出し、滝となった。不動明王像が安置された衝動は、金倉寺の始まりと言われている。江戸時代に入ると、境内が幕府直轄の小金墨の範囲になったため住職の居住を村内に移し、8月のみ入山を許され大祭りを続けていた。明治時代になると、牧場がなくなったことから、元の敷地に戻ったとされている。 千葉県市広本、巻紙は、東山の由来について、以下のように述べている。捨ていう、大江三十年七月越後の創農家地来たり、草案を結び不動村を安置し、道三十年銅を営みこれを移す、金倉寺寺なり、天が三年再びこの地に移し本堂を作り、河江六年再建すと、観音堂二千年混流。窓か二作と言われる、 木造不動明王立像が安置されている。当時の旧本堂。内部には様々な大絵馬や奉納額が掲げられている。現在は空海を祀る道となっている。豊山派層本山の長谷寺の十一面観音を写し本尊としている。道内の天井には日本画家小玉照彦による百人一首が描かれている。平成三十年四月完成、船橋市内初の三重島で、 大蔵会と混合会の大日如来及び薬師如来の三蔵が安置されている。旧本堂と同時期の約200年前の混流で、明治と昭和の頃に二王像と共に修理されている。高架4年に作られた、現在の滝は昭和54年に改築された新しい滝である二王門の前にある流水でできた池、中心には六角の弁天堂がある。 昭和48年に、境内の欅のみ使用して、改築建立した門。表門からの約1キロメートルの山道には、四国88カ所の具法大師像が点在している。表門、下宇佐国金杉五滝山不動堂の図という、滝不動の式を描いた四枚組である。昨年不明、幕末から明治には、滝に打たれて修行する行者もいたと言われる。 神京成電鉄神京成線船橋神京成バス、ありがとうございます。